中川一郎3月9日から1983年1月9日は、日本の政治家、衆議院議員、自由民主党の派閥、中川派の領袖、肖像医、区議等、農林大臣、農林水産大臣、科学技術庁長,長官、原子力委員会委員長、北海のヒグマと呼ばれ、高派議員として知られていた。 財務大臣県内閣府特命担当大臣などを務めた中川昭一は長男。参議院議員を務めた中川義雄は受定。北海道広群広場長に農業中川文造、生の長男として生まれた。祖父58郎の時代に富山県福光町から北海道の広群広村にある山奥の開拓地に移住した農民の出である。 出身地の疲労について、政治評論家の今井久夫によれば、何しろ、疲労というところは、北海道の中央を北から南に貫く日高山脈が、太平洋に没するその海岸線の北に位置する小さな部落である。馬が生きながら、熊に食われるところであった。人々はその馬の鳴き声を何度も聞いた。という、父、文蔵は14歳の時に、 北海道に渡り、同等の壁地を選んで開拓に従事した。母性は、山形県出身。小沢山の文蔵と姓は、一生懸命働き、一郎は、両親からの北国の血が流れている住人の、兄弟姉妹の長男とされているが、実際の長男の龍太郎は、生まれて間もなく、いろりの日に転がり落ちて消死し、長女の美代も、溶接。 姉の節子、敏子の後に生まれた男児のため、一郎と名付けられ、長男扱いされた。小学校二年生の時、父、文蔵は、開拓地を離れて、街中に住み、雑貨証券家畜商に転じた。学校での得意な科目は一貫して、算数、数学であった。豊に小学校時代の一郎は、小柄でおとなしかった。学校では、勉強に精を出し、 家に帰っては両親を助けて、野良仕事に励んだ。一郎の筋骨たくましい体は、小さい時からの労働の名残である。北海道町立十勝農業学校、宇都宮高等農林学校を経て1947年9月、九州帝国大学農学部農業土木化卒業。農林省の役人を志望していたが、東京にいたのでは、飯が食えないと懸念し、志願して、 北海道庁に入った。当初は家業を継ぐ予定だったが、広町会議員に出世した文造が、北海道庁に陳情に出かけた際、ろくに相手にもされなかった。悔しさから、お前は役人になれと言われ、良心思いの一郎は、父の命ずるまま地方役人になった。中川が北海道に戻った時、北海道は、社会党の天下であり、 革新系の田中俊文が社会党に担がれて、北海道知事に当選した。中川は可愛がってくれた教授が書いた、紹介状を持参して、九州大の先輩にあたる田中の下を訪れたが、来客が多くなかなか面会しようとしない田中にしびれを切らし、紹介状を焼いてしまった。1951年、北海道開発庁が設置され、開発担当官となる。 昭和28年、大野万博北海道開発庁長官の秘書官を務め、大野に見出されることとなる。大野長官は、わずか7ヶ月の在職で、自民党総務会長に転じた。公認の長官は、小形武虎で、副総理との兼務であった。中川はそのまま、小形長官の下でも秘書官を務め、第5次、吉田内閣総辞職の後、 開発庁の開発専門官に移動させられた。大野は1959年、中川に役人を辞めて、俺の秘書になれと要請した。父、文造は大反対したが、大野に惚れ込んだ中川は12年間の役人生活に別れを告げ、身分の不安定な政治家秘書になる決意をしたが、文造は、こんな馬鹿な息子とは思わなかった。 まあ、交通事故で死んだと思って諦めるから、お前の好き勝手にしろと突き放した。1963年、大野の勧めで、旧北海道5区から第30回衆議院議員総選挙に出馬し、初当選した。初代の後援会会長は、幕別町の吉田菊太郎である。1970年、佐藤栄作、田中角栄両首相から、 大倉政務次官に任命される。1973年には、渡辺道夫石原慎太郎らと、政論会を結成、若手高派として名を売った。福田赳雄に死縮し、後年は福田と政治行動を共にする。1977年に、福田赳雄内閣を自民党国民運動本部長として支え、 保守派の活動を通じて、信仰のあった、作曲家、眉積敏郎に新たに立ち上げる、東遊組織自由国民会議初代代表に要請、受諾される。同年の福田内閣改造内閣で、農林大臣、鈴木善光内閣では、科学技術庁長,長官に就任した。1978年の自民党総裁選挙で、 福田が破れ、12月6日に内閣総辞職をしたが、予備選はインチキだとして、農水省辞任に際し、福田内閣の最後の閣議で内閣総辞職の署名を断固として拒否し抜いた。単なるポーズや嫌がらせでなく、太平政権誕生阻止のため、喧嘩し中川一郎が最後の大爆地に打って出たと思われた。1979年には、石原、 長谷川志郎、松沢雄三、長谷川春羅を結集して、自由革新同友会を結成した。1982年10月の自民党総裁選挙、予備選に、中曽根康弘、中川、川本敏夫、安倍晋太郎らが立候補した。当時は立候補に、国会議員50名の推薦が必要であったため、福田派から安倍に投票する予定の議員の名前を、 借り手の出馬だった。結果は、中曽根和人で全党員の6割近い支持票を集め、中川は再開だった。この時期には口述するように気候が目立つようになる。総裁選後間もない1983年1月9日、札幌パークホテル10階1022号出馬スルームにて、中川が死んでいるのを、妻の貞子が発見した。当初神話、心は、 急性心筋拘束と発表されたが、二日後に自殺に訂正された。五十七歳没。中川の自殺から間もなく、高知県にいた後藤田正春官房長官には、1月9日午前の段階で、北海道警察と古巣の警察庁のルートを通じて、中川の自殺を知らせる急報が伝えられていた。休報を聞いた後藤田は、 中曽根康弘総理に電話で、事の真相を伝えた後に、記者団に対して中川が休止したことを発表したが、その死因は、遺族と中川の側近に配慮して伏せていた。突然の不法を聞いた、道木内直弘北海道知事が駆けつけている。中川の遺体は、1月9日のうちに、空路で、札幌から、東京の中川邸まで運ばれた。 総裁予備選挙が終わってから、中川は、夜、眠れないと強く訴えるようになり、睡眠薬を服用していたという。衆議院での追悼演説は、安井義のり。一般には、明るい中川一郎と怖い中川一郎の二人が、いると言われていた。一方、中川をよく知る元秘書の鈴木宗夫は、豪快さと、繊細さが、真の二面性と語っている。 愛称は、北海のヒグマ、十勝のジャガイモなど。今井久夫 1979P109 から110によると、中川が、福田の増殖の下で、初めて大倉政務次官になった時、中川を、北海道のヒグマと呼んだのは、福田である。それまで、中川は、北海道の地元では、十勝のジャガイモと言われていた。中川を見ていると、やっぱり、 ジャガイモより、ヒグマの方がぴったりする。以後、地元でも、中川を、ヒグマあるいは略して、熊と呼ぶようになった。このように福田はあだ名をつける名人であるという。中川は、自他共に認める熱烈な国水主義者で、反共主義者だった。農林水産大臣であった1978年10月6日、週刊誌などでの発言で解任された。 クリス・ヒローミ統合幕僚会議議長の諜報機発言について衆議院予算委員会で民社党の大内敬吾から見解を求められ憲法についても改正すべきだという議論があるということも十分耳を傾けなければならぬと述べた CIA の諜報活動により上記のように表向きは反響を唱えながらも裏では親ソビエト政権の樹立を画策していたとみなされ 1983年1月首相のナシロとしてのアメリカ合衆国訪問に際し、ペルソナノングラータに相当するとして入国拒否を通告された。こうしたことが彼の死にまつわる疑惑を形成することにもなった。選挙にも酒にも喧嘩にも強い中川だったが、ある時期から強いはずの酒が中川の人生を狂わせ始めた。 酒飲み仲間の玉木和夫がその代わりよを証言する。国会議事堂の敷地内で立ち証弁しているところを写真週刊誌に撮影されたことがある。今井久夫 1979P226 によると、という。戦術したように、公式には中川の死は自殺とされ、遺書は残されていないが原因としては、社ににニューリーダーの一角に割り込み、 13人の少人数ではあるものの自民党に自分の派閥を作り上げて総裁候補にまでのし上がった。その過程で人間関係や政治資金などで相当の無理をしておりその心身の疲労が自殺という形で爆発してしまったというのが定説である。また中川の秘書から北海道選挙区選出参議院議員となった高木正明が 本人の名誉を考え、早急の仮装を行う指示を行ったとされ、死の二日後には仮装されている。しかし、遺書もなく政治家としては早急な仮装、また、死因の変更などから、中川の死はいくつかの疑問点があるとして今もって、議論されることがあり、特に他殺の可能性について指摘されることもしばしば、あるが、当時第一秘書だった、鈴木宗男をはじめ、 関係者一同は、事実無根と主張している。内藤国を 1985P251 によると、という。なお、2010年10月、鈴木は中川が1975年7月に、世界銀行の招待で、南アメリカ諸国を歴訪する出発前日に、全日本空輸の藤原経営管理室長と、両邸で会食した際に、 選別として100万円を受け取ったこと、さらに後の東京地検特捜部によるロッキード事件の全日空ルートの捜査の過程でこのことが明らかになり、1976年8月に特捜部からの事情聴取を受けていたことを月刊誌、新潮45の記事で証言している。鈴木はこのことを後の1982年に 福田武雄に追求されたことが自殺の原因となったとも記しているが、これに対しては中川の妻の貞子が否定している。中川の死から5日後の1983年1月14日、東京のソ連大使館からモスクワに当てた KGB の暗号電報にソ連のスパイであり、テレビ朝日専務だった三浦講師にの話として、中川は明らかに多殺だ。 CIA の手先に消されたと記されていたことが明らかになっている。他、鈴木は CIA と結託して中川を収賄疑惑に引き込んだとの記述も確認されている。中川一郎と貞子が結婚したのは1951年7月9日、札幌市中央区南14条西4丁目にある弥彦神社で神前結婚式が行われた。 二人の結婚に当初から反対していた、一郎の父、文造は姿を見せなかった。中川の夫婦仲の悪さは、正解で、かなりの程度知られていた。中川にとっては、兄貴分的存在で政治の指南役でもあった、金丸神は、と述べている。貞子は、中川一族の血を憎むだけでなく、一郎の生活スタイルから、スマートさのかけらもない、百姓上がりの、 ずんぐり、むっくりした武骨な体育そのものまでを嫌った。一方で皮肉なことに、中川一郎は、開拓の家出身であることを誇りにし、政治家になってからは、その土着性、庶民性にあふれたムードを売り物にさえした。中川夫妻は、この一点だけでも、似合いの夫婦の性反対、趣味から、好き嫌い、人間の付き合い方、生き様とべてが、相反する。 世にも稀なカップルであった。長男の小一には、都心の障害があったため、幼児期と東大を卒業してからと二度にわたり、井口であることがわからぬよう手術を受けた。したがってその後はほとんど目立たなかったが、問題は一回目の手術の際、貞子の取った態度である。 手術代を払えぬほど貧乏していたわけではないのに、これはあなた、がた、中川兄弟の地に問題があるのですから、あなた方でお支払いくださいと冷たく言い放って、手術代を本家の中川正夫に支払わせた。マドンナ県際に頭の上がらない一郎は、妻の冷酷な仕打ちに人知れず泣き、兄弟姉妹には、申し訳ない。我慢してくれと頭を下げわびて回った。 北海道に生まれ育った中川だが、スキーができなかった。貧しさのためというより、病弱の母を助けて、家事や牛馬の世話に追われ、学校から帰っても遊んでいる暇がなかったからという。1988年、故郷広尾町に中川一郎記念館が完成した。食肉卸業大手反乱の元オーナー浅田光は、 記念館の建設費として3億円支払っている。大学時代の愛読書だった、川上はじめの、貧乏物語、初代大臣として、自らが記号した、農林水産省の看板のレプリカなどが、展示されている。また敷地内には、片手を上げ軽く、頭を下げて、よっ、と挨拶しながら歩く、という生前お得意だったポーズの銅像が立ち、台座の記号は名優であった。 安倍晋太郎の手になる。なお敷地の芝生は後にパークゴルフ場に改修された。論文中川家は、富山県西都並郡福密町、北海道広郡広町、東京都と,と移動している。関連人物演じた俳優、ありがとうございます。